よどんよどんよどん。ご提案取れてるかもしれない。おトイレ、謎のおトイレ、怖いよ。謎でもない。フォロー参加ありがとうございます。このトイレはやばいとこ、トイレ石碑がいくつかありますね。えらくやばいスポットだとは聞いたことある。はい、これ七つ池は本当にこれあのやばいところらしい。チームワンコさん、アポロさん、カモリュウさん、浅漬けさん、いろいろなんか人が殺されたり、いろいろなんかあるんですよね、ここね。事件とか事故、それで心霊の噂が出たところなんですよ。チャビーさん、鳥人さん、ハクさん、チアアンコさん、足音聞こえる。は？じゃん！足音じゃないか。5個しかないんだ、池。電波やばくないよ。あ、フォロー参加ありがとうございます。自殺殺人が起きた場所が遥かに出る。だそういう場所が心霊スポットになるんじゃない、イコール。違うのかな、わかんない。そうさせちゃいけないのかもしれないけど。でも噂は立つよね。ゆうさん。ケンジさんどうも。5個しかないんだ、実際。花束とか置いてないよね。花束とか怖いな。もし花束とか嫌だな。スルーするか、花束とか。呪いの TMT？ 残りの2個は？ない、残りの2個。今日の空気違う。ねえ、ここ全然違うでしょ。あの人、そのさっきの場所と。ケンジさん、明けましておめでとうございます。改めて、はい。こちらこそ、本年もよろしく、どうぞよろしくお願いいたします。雰囲気ある。あ、128番さんはこっちです、ありがとうございます。初見さんもどうぞごゆるりとお過ごしください。ここは結構本気で大変なところ、出るところですよね。あの地元では、ね、有名な場所なんですよね。タカさんに教えてもらった。前のリアドスさん、子供、あ、ここか。ここでも子供の声聞こえてくるんだ。そっかそっか、ハクさん、FTM さんどうも、森吉さん、爆弾しようね。ちょっと待って、ちょっと待って。やん。この下はね、ダメなんだって。ここで行き止まりだ。タカさんは子さんリスナーさんですよ。車載の生主さんですよね。あやん、バケタンしようね。まだまだまだ牛蜜土牛屋にバケタンするか。ひよな大輔、え、くまなく放送してくれありがとうございます。大ちゃんってやっぱ臭い。臭い？私臭いのかな、わからない。リアトスに来て匂い嗅いでください。
いやー怖いね。こんな感じか。毛深いところの方がいいね。はい、こんばんは。154番さんありがとうございます。ちょっとこの先は行けなさそうなのでやめておきますか。草ぼうぼうですね。ぼうぼうで毛深い子、毛深い。わらわどうして、わらわらってどうしたの。毛深い人好きですよ。何わらわらって、何どうしたの。電波ダメ、そういうこと。わからない。ワコン157番さんどうもこんばんは。勝手に服に種、あーまだ大丈夫だ、ついてない。ああ気をつけないと、気をつけないと。よし、クマ出た。ここはまあ出ないから安心しました。安心してください、大丈夫だよ。ここはクマは出ないよ。お水ないじゃない、ほとんど。はい、こんばんは。ここは、ここはタイトルに書いてある場所ですよ。ヒロチェルさん、イギーさん。ここ道は道ですね。獣道だ。下に降りられるのかな？下に降りてみたいね。一応道。そう、池なの。今日はまだね、頭出てない。今日はで、いつ頭出て、トイレあるから、ここ恐怖の舞台のトイレあるんで。千葉多いです、全然多いです。まだまだ行けてない場所たくさんある。半分ぐらいしか行けてないね、千葉ね。心霊スポットはたまに大学生が水採取してるから気をつけ、ありがとうございます、気をつけます。マムシに注意、まあ冬は大丈夫よ。マムシは、ヘビは冬眠してる。タグはそのままで大丈夫。タグって何、タグって何、タグなんかおかしい。あ、心霊って入れてないってこと。おじゃが、で、来たのは去年来た。プロリさん来たよ。あまり去年はでも配信できなくてさ、ここ時間なくて。こんな下まで行けるんだね。やだ、え、やだ、嘘、え、やだ、何これ、やだ、いや、やだ、危ないな、やめておこう。おじゃがい、七つ池。写真撮るか。トイレのドアノックしてみようか。いけいけ。5個しかないらしいけど、実際は。うわー、怖い。ピーって落とした。大丈夫ですよ、寒くないですよ、おかげさまで。もう落ちない、落ちない、もう落ちない、私は落ちない、私は負けない、落ちない。負けたん、負けたん、まだしない。夏希さん声聞こえた、声聞こえた。最悪だよね、こんなとこで落ちたらさ。頭とか落ちてないよな。それが怖い。こんなとこどうしたらシャレにならないよね。しかも絶対こんな近くにさ、ないよね、こういうコインランドリーとか。お茶会駅でさ、めちゃくちゃ時間かかったからな、コインランドリーまで。早速トイレに行きますか。よく一人で無理。殺人事件とかね、新しいですよね、ここね。トンビ？トイレ？
水落ちに期待するリスナー、やだな。大洗の辺を調べた、あれウサギなんだ、キツネじゃないんだ。私人にしちゃいましたよ、ウサギなんだ、ウサギなんだ。ピーって聞こえた今ね。やだ、トイレがある。いわく読むのあるのって何が、何それ。明日いわく見てみようか。あれが噂のトイレ。よし、はい、タゴリさんどうも。いわく、いわく探しましょう。取り返しよう。気持ち悪くて怖い怖い。そう、見てる方も気持ち悪いかな。ゲーム配信とかしないですね。トイレに出る、怖い。七つ池、坂の途中で雑木林で他殺体が発見される。七つ池、私来てるね、去年の1月3日。あれ1月3日って今日じゃない？え、偶然にも1年前の今日ここ来てるんだけど。よし、調子の心霊スポット、七つ池。いろんな理由で亡くなった方。やっぱり七つ池、今回行った現場は七つ池。七つ池、特に事故事件はなく、あ、事件事故あるんですけどね。ここ出るというのはそこの駐車場のトイレ、駐車場のトイレはここですね。このやっぱトイレが出るらしいですね。駄菓子は3時だよ、呼ばれてるのかな。トイレ掃除してくれる。あ、なんか千葉の実況肝試し、七つ池と飯岡灯台。あ、この人と同じとこ回ってる。あとでノックする。やっぱトイレが有名みたいですね、他の情報とか見てみると。七つ池、昔はこの池にボートを浮かべて遊んだりしたと言いますが、今は若者が釣りをする。今ではトイレと駐車場だけが残った心霊スポットのような場所です。トイレ入る？なんかさっきから気配する。入ろう。トイレ入る？外から定点しようよ、定点。わこわこ、直江さん、チャビーさん、264番さん、ありがとうございます。ボンボン、ボンボン聞こえる？ボンボンボンって何ですか？ボンボンって、あ、スマート落としちゃった。やめな、自分は入らないって。ちょっと待ってね、自分は入らないけど。猫丸さん、チャビーさん、
このトイレ使えるんじゃないですかね。使えそうな感じはしますけどね。なんか出そう。あ、277番さんはこっちです。車？あ、車来た。車じゃない？まさか車来ないよね、こんな時間にね。ここあんまり車の通る道じゃないんだよね。なんか不気味でしょ。ちょっと鼻かむね。でも私も最近ちょっとおトイレしたくなったらここでするしかないよね。なんか不気味だよね。なんか不気味。ゆうちゃんいる？トイレと木の間から釣り、池で釣りする。そう昔はなんかここはなんかボートとかを貸したり、結構なんか賑わってるようなとこだったらしいんですよね。家族連れとかで週末は。でも今はもう釣りする人ぐらいしかいないぐらいのところで、もう心霊スポットみたいな感じでさ、誰も来ないみたい。釣りの人ぐらいみたいですよ。正真自殺もあったんだよな、確か。このトイレの中でね。で、燃えた後が、このトイレの中で正真自殺があって、焦げた跡が残ってるっていうのが、話があるんですけど、去年来た時は、その跡はなかったんですよ。そう。ボケ子やってるやからに注意。トイレの中で、そう。木の葉っぱが青々しくてすごいね、そうね。逆毛だよね。怖いね。なんかね、木もなんか逆毛じゃないか、変な感じになってるよね。やめてください、私は言いましたよ。ありがとうございます。まあ自己責任、全ては自己責任なので、私の自己責任で配信します。中見たい。フォロー参加でよと。誰か見てる？屋根からこっちを見てる人がいる？ちょっと待ってよ。屋根こ、しかも周り何もないからさ、助けを求められない。誰にも助けを。どこだ？面白い絵。霊感ないけどやばいのは感じる。なんかなんとなくそんな気はしますよね。バケタン、まだバケタンしない。おしゃん、カマブレスしか見えない。一回回る。雰囲気怖いね。
電波が良くないみたいですね、ここはね。なんかあんまり電波はそんなに良くないみたいだな。来た来た来た。なんかここ止まりますね。手袋しようかな。寒いな。はい、ただいま。ありがとうございます。こんな感じです。ラーメンの影響？来た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 。一周してみる？待ってね、手袋出すね。寒いから。手が冷たい。冷笑、冷や、冷笑ではないと思うけど。冷笑ではないと思うよ。わかんない。どこ？ドア手前だよ。手前がドアだよ。手前手前。手が冷たい。手袋手袋。銃を持ったおっさん。黙祷してからがいい。昨日と声違う？疲れてるのかもしれない。でも大丈夫だよ。大丈夫だよ。安心してください。大丈夫だよ。ね、幽霊はね、私もね、霊感欲しいけどね、あればあるので大変らしいですよ、霊感も。トントンする？はい、カンタコさんどうも。早く入る？まだ入んないよ。時間稼ぎしないと。ダメですよ、私の配信に期待しちゃ。何もないから。中身ゼロってさ、コンビニ、配信説明にも書いてあるけど、中身何もないからね。本当本当本当だよ。本当のこと。自分でね、知ってるんですよ、それは。よし、OK、手袋した。バケタもいつかしますよ。セリーヌで何か人動くと分かった。霊感ないけど性感ある。中身はかなり濃いと思う。その後大ちゃん大怪我したらよ。いつの話？いつ大怪我した？大怪我は去年の10月か。大怪我でもないけど。あ、コスメ福袋欲しいね。ここで定点したいな。はい、お先にします。はい、388番さん、ありがとうございます。388、380、パパさん、ありがとうございました。ジミちゃん、中に入れてみたいよね。あと5分か、オッケーオッケー、ありがとう。すいません、ありがとうございます。寝る方、おやすみなさい。周り見てみようか。ガチなら初めて見た。木がね、なんとも言えないですね。こう手前になる木が。これ30分枠ですよ。移動してたからさ。裏側は、いつ歩いてみようか。番は、はい、398番さん、ありがとうございます。コメント嬉しいな。裏側はね、どうなってるんだろう。裏側見てみようか。5日どこで配信するの分かんない、5日は。あ、裏側回れないのか。こんな感じか。ここで止まって一生はできないんだな。これがトイレの裏側だな。4日まで休み、5日まで休みか。4日まで休みか。5日まで休みか。あれ？いつでしたっけ？いつまで私配信するんでしたっけ？その日まで休み。5日から仕事か。あ、カレー？5日から仕事だから4日まで休み。お仕事休み。だからもう正月休みは全て配信につぎ込んで。草ぼうぼう。全然手入れしてないんだな。星がものすごく綺麗だよ。ほら、見えないか。見えるね。毎日配信。これも6時間。6時間枠一度もしたことない。見えた、星見えた。入る。どういう風に作りになってんだろう、このトイレ。よくわかんないけど。明日がラストですね。綺麗ですね。
ミーコいない。いないよ、ミーコいないよ、こんなところに。すごい正月。今日はいないね、まだね。ほら、見て、あそこの壁だけ新しくしてあるんだよ。塗り直したんだよ。だから、昇進のあれでさ、黒いすすとかが取れなくてさ、男女兼用、あれ、昇進の時の黒いすすじゃない？だから壁にさ、あそこだけ色違うからさ。帰り丸見屋さんね、帰りの途中にないんですよ。さらに奥に行かないと途中になくてさ、丸見屋さん定点もしたいね、ガチのところ。あ、ここで写真撮ろうか。こんな感じで、次役バケダンと写真とみんな全部次役で やってみよう。揺れに注意する。はい、用足さない、今んとこ大丈夫、用足さないよ。楽しみだね、写真撮るよ。もう次枠だからさ、どの道少しずつ近づく、楽しみ。私見えない。うわ、おやつにもバケタンしますか。木の生え方が不気味でしょ。この目の前にこんなにあんだよ、木がズドンって。なかなかないですよね。え、なんか今後ろで音がした、まあ、気のせいだとは思うけど。お疲れ様でした。ありがとうございました、この枠も最後までご覧いただき誠にありがとうございました。すいません、次枠もまた、次枠はね59分で一旦切り上げて枠取りしましょう。はい、ありがとうございました。ハイルザソウ、ウソハイルザソウ、おつおつです。ありがとうございました。